おはようございます。ゆきちゃんでございます。いかがお過ごしでしょうか。朝晩はちょっと寒いけど、昼間はちょうどいい天気ということで、まあ、昨日は日曜日でしたんで、まあ、私はまあ、メダカ荘で、電話番を兼ねながら、昨日はトマトと、トウモロコシと、それから、あとキュウリですか。植えちゃいましたよ。で、ちょっとまあ、この夏に向かって、だんだんまあ、キュウリの花なんか大好きなもんですから、花が咲いたな、みたいな感じをちょっと楽しもうと思って、昨日は2軒ばかり、ちょっと植木屋さんに行って探してまいりました。はい。まあ、新聞でご存知の通り、まあ、英国のですね、フィリップ殿下がお亡くなりになって、まあ、私はまあ、憧れの方の一人だったんで、やっぱりダンディズムっていうのは、まさにダンディってこういうこと言うんだなということを、随分フィリップ殿下から学ばさせていただいたんで、本当に残念だなというふうに思っております。はい。まあ、いよいよですね、今週は、土曜日から大分に参ります。土日と、大分で、トランクショーをやらせていただきますけど、まあ、段ボールがですね、まあ、全部で20パッキン近くなっちゃって、まあ、いろいろと私の、まあ、20年、30年着てる服を持って行って、まあ、皆さんと現地でですね、それをご覧いただきながら、まあ、皆さんがお作りになりたいという服をご相談しようというふうに思っております。はい。今日のコメントをいただいておりますんで、読ませていただきます。学ぶキーさん。学ぶキーさんでいいのかな？学ぶキーさん、ありがとうございます。コメントというかご質問じゃないんですが、ゆきちゃんの講座は本当に良いですね。勉強になります。子供のためにも、服教育講座をやってほしいです。ということなんですよね。で、やっぱり子供のためにやるっていうのはよくわかるんですけど、これはね、本当はね、親が教えなきゃいけない。ただ今の親御さん方がですね、黒ずくめの服を毎日着てるようじゃ、まずこれ教育できないんですね。で、やっぱりこう、大方の方はやっぱりこのヴィンテージイベントでも昨日電話番してたら、ご質問がありましたけど、やっぱりどういう合わせにこれしたらいいですか？みたいなご質問があるんですね。で、本来は、これは親が子供に、やっぱりその、やっぱり、いや、この色とこの色は仲がいいんだよとか仲が悪いんだよということを本来は教えていって、まあ本来は親が服育を、やっぱ教えなきゃいけない。親自体をちょっと服育しないと、やっぱりこれはね、子供に教えられないんですよね。ですから、まあ子供の、まあやっぱりまなぶさんの、ご質問もよくわかるんですけど、やっぱり服育はまず親から。で、まあ特にまあ高度経済成長の頃にですね、まあバブルって、で、いわばもうブランドで物ばっかり買っちゃってますよね。だけど全然合わせはもうめちゃくちゃみたいな方も結構いらっしゃる。で、色合わせの技とか、全体の服の分量とか。まあ今日私はまあちょっと下に、セントジェームスの、で、これはまあご存知のように横が開くんで寒いんで、ちょっと、スカーフを巻いておりますけど、この部屋がちょっとまあやや寒げなんで、茶の色で合わせてまとめております。はい。まあ色の調子で言うと、まあ、この茶が少し、赤茶のような色なんで、ちょうどこの、セントジェームスの、まあ、ボーダーというか、ホリゾンタル。まあ、ボーダーって言葉は日本だけで、まあ、正式に向こうでは、まあ、いわゆるホリゾンタルストライプと言いますけど、ホリゾンタルに、まあ、この中の、これもまあ、ヴィンテージのスカーフですけど、色で合わせるというふうに、色をどういうふうに自分の中で拾っていくか、みたいなところがですね、昨日の、お電話でも、いくつか何人かご質問がありました。まあ、言うまでもなく、今日はまあ、トラザーズは茶ですけど、本来はこれに、グレーのトラザース。これは綿でもいいし、ウールでも結構です。やっぱりそういうもので合わせて、基本の抑えなきゃいけないものは何か、みたいなものが、本来は親が子供に教えていく。ですから、グレーのスラックスとか、グレーの、まあ、女の子さんであれば、ワンピースとかも、きちっと着るのがですね、花柄がいいよなんつって、もう色と色がもうぐちゃぐちゃですよね。まあ、時々そういうお子さんも見かけることがあります。まあ、靴もですね、なんとなくキャラクターのような、ゴム靴を買っちゃう。でもこれは全部親が、
決めるわけですよ。これを買うっていうことで。その時にやっぱ子供のことが本当に可愛いんであれば、親自体のお母さんの格好見てごらん、お父さんの格好見てごらん。こういうことが色を合わせることなんだよっていうことを本来は教えていっていただきたいのが私の思いなんですね。ですからこれをやるには、ご存知の JCS というのが、今回立ち上がりました。ジャパンクラシックスタイル。これが服に対する合わせ方もさることながら、お箸でいただくときの、お茶碗の持ち方から、コップの持ち方から、食べ方から、それを、なんて食べてたら、やっぱり口は口を閉じなさい。っていうふうなことも、すべてクラシックの中の基本のスタイルにあるわけですよ。唇がやっぱりこう濡れていけば、まあポケットチーフできちっと唇を拭くみたいなことも、これもちゃんとスタイルです。それがなんとなくやっぱりラーメン餃子食べながら肘ついてテレビ見ながらザラザラやりながら、携帯片手に見ちゃうみたいな。これの親だと結局、子は親の鏡と言いますけど、やっぱりお子さんがこうではなくて、実は親御さんの鏡であるものが鏡になってないと。いうことが私は一番、まあ申し上げたいところなんで、まあ学部さん、ぜひそこをですね、ご自分がまずは、どんなスタイルなさってるのか。で、そこでやっぱりお子さんにどういうふうに教えていくのか。まあこんなことがですね、一番私は、大事かなというふうに思っております。はい。それでは、また水曜日お会いしましょう。チャオチャオチャオ。バラジオルナータ。